こんにちは、飯泉です。今日はベクトルについて見ていきましょう。ベクトルというのは簡単に言うと、向き、それから量、これを合わせ持つものというふうになっています。単純にね、それだけなんです。ということでね、ベクトルというのは、向きと大きさを合わせ持つ量になります。で、表し方としては、矢印を使います。 こんな風に矢印で、でこの部分を視点。そして矢印の先を終点という風に呼びます。で、基本的に長い矢印は大きさが大きいことを表していて、短い矢印は大きさが小さいという風に表します。なので、この長さ。 大きさを表していて、矢印の方向を向きですね。で、表しています。はい。で、まあ、これだけなんですけどもえ、ベクトルで表される量というのが、まあ、ベクトル量っていうんですけどねえ、物理ではあって、で、それらの、例えば足し算とか引き算っていうのは、単純に、 えー、計算をすればいいわけではなくて図を書いて求めなければいけないというのがあります。でまずはベクトルの和について見ていきましょうで。まずはベクトルの和について見ていきたいと思います。例えば、こんな風に A ベクトルがあって、えー、視点を揃えた状態で B ベクトルを書きます。 で、この二つのベクトルの和を表したいんですけども、A ベクトルたす B ベクトルを C ベクトルというふうに表したとしましょう。そうすると C ベクトルは、この A と B のそれぞれのベクトルをね、辺に持つような平行四辺形を書いてあげて、その対角線、 が、AB ベクトルの和になっています。はい。ね、え口で言ったことを文章でも書いています。えこのように和を書くときには必ずこの平行線形を書いてねえ、対角線を引いてあげるという作業が必要になってきます。で、えもう一つ方法があって、 え実はベクトルっていうのは基本的に向きと大きさを表しているので、実は場所っていうのはあまり気にしないんですね。だからえ矢印をそのままこう平行移動することは可能になります。なので、 こんな風に A ベクトルと B ベクトルがあったとして、B ベクトルをこうずずずずと移動してきます。で、A ベクトルの終点と B ベクトルの始点が揃うように移動してあげると、こんな感じになりますね。なので、これがスタートでぐぐっとこう曲がってるわけですけども、えー A ベクトルの視点から B ベクトルの終点に向かって、まっすぐこうやって線を引いてあげても、A ベクトル足す B ベクトルを表していることになります。はい。ということで、ベクトルの輪、まあ自分がね、こっちの方がやりやすいなっていうのを選んでもらえればいいかと思いますが、こんな風に2つの方法で求めることができます。 それとですね、まあ今やったような作業のことをベクトルのまあ合成というふうに表現したりもします。なので、まあベクトルを合成しようってなったら普通は和を取るわけですけども、実はその逆もあったりするわけですね。もともと C ベクトルがあって、それを2つのベクトルに分解するという作業もあります。 で、実は合成というのはもう一通りしかないわけです。これもこの方法でやっても C ベクトルはこうなるし、こっちの方法でやっても C ベクトルはこのようになるのでえ、実はこの C ベクトルっていうのは両方ね、同じ向きになるし、同じ大きさには絶対になります。だけど、もともと C ベクトルがあって、それを2つのベクトルに分解しなさいってなったら、基本的にはかなり無数、無数っていうかな、複数の分解の仕方があります。 それは向き、ね、分解する方向が、えー、どこになるかによって分解の方法っていうのは変わってくるので、もともと、例えばね、水平と延直に分解するっていうふうに決まっているんであれば一通りになりますけども、どの方向に分解するのかっていうのが決まってなければ、もう無限のね、えー、分解の仕方があるので、まあえー、合成は一つに決まるけど、分解にはいろんな方法があるっていうのを知っておいてください。 では次、ベクトルの差について見ていきましょう。ということで、また2つのベクトルを書きますねで。このように A ベクトルと B ベクトルがあったとします。で b ベクトル引く c, あ、ごめんなさい。b ベクトル引く a ベクトルが c ベクトルという風うに、えー、して、c ベクトルを作図してみたいと思います。で、この時に、差って書いてあるんですけど、和で考えることも可能です。なので、これをちょっと変形してもらって、このように書いてみますね。A、b ベクトル足す。 マイナス A ベクトルが C ベクトルと。これどういうことかっていうと、このマイナス A ベクトル、これを逆ベクトルっていう風うに呼んでます。まあ、名前の通りで、マイナスがついているときに、ベクトルの向きを逆にするということですね。なので、A ベクトル今右向きなんですけども、くるっとね、えー、反転させてあげて、左向きに、 マイナス A ベクトルを取ってあげますえ。そうすると B ベクトルとマイナス A ベクトルの和を取ってあげればいいので、さっきと同じように、こんな風に平行四辺形を書いてあげて、対角線にベクトルを書いてあげれば、今、C 対 C ベクトルという風になります。 ま、これがね、一番わかりやすいかなと思うんですけども、もう一個、えー、なんとかな、一発で C ベクトルを書くために、もう一つやってみますね。こういうふうに A ベクトル、B ベクトルがあって、B ベクトル引く A ベクトルを作図したいとすると、実はもうここから、こう。 これが C ベクトルになります。で、これがね、パッとわかんない人が結構いたりするんですけども、こう、イメージとしては、なんか、ベクトルって代表的なベクトル量として変異っていうのがあるんですよね。変異。で、変異って、もちろん物理の授業の中でも出てきますけども、これ何を表しているかって言えば、1ベクトルの変化。 を表しているのが変異です。だから、例えばね、ここに、えー、人がいました。1ベクトルを A ベクトルとします。で、時間が経った時に、この人はもうここにはいなくて、ここら辺にいましたよ。1ベクトルを B ベクトルっていうふうに置いたとすると、じゃあ、変異、1ベクトルの変化はって言われたら、必ず変化って言われたらね、 あと引く前になるので、えー、あの1ベクトルから、前の1ベクトルを引き算します。つまり、今知りたい B ベクトル引く A ベクトルという風になって、もともとここにいたい人が、まだ、あ、移動してきてここにいるってことだから、結局、変異を取ってあげると、この C ベクトルになるっていうのは、なんとなくパッとわかるんじゃないですかね。なんで、ちょっとね、差がいまいちわからないっていう人も結構いるんですけど、 今の例を思い出してもらえば、あ、結果この人はこっからここに移動したのね。はい C ベクトル。みたいな。まあそういうイメージで書いてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。文章にするとこんな感じになります。A ベクトルと B ベクトルのまず視点を揃えます。結構ね、ベクトルがこう散らばっちゃってるって言えばいいかな。あちこちにある場合があるので、必ず差を取るときはこのように視点を揃えます。 で、A ベクトルの終点から B ベクトルの終点に向かって結んだもの。えー、これが C ベクトルという風になります。はい。では3つ目、ベクトルの成分見ていきましょう。なんかね、わざわざこんなことやんなくてもいいんじゃないかなって思うには、まあ私も思ったりするんですけど、実はね、入試問題のカ1番とかで、成分を聞いてくるっていう問題がたまにあります。で、 あんまりね、なんか成分とか言われると、なんだろうみたいな感じで、答えられない人が多いなって感じたので、あえて入れてます。ベクトルの成分ですね。はい。えこういうふうに、黄色のベクトル、A ベクトルがあったとしますね。で、それを X 方向と Y 方向、まあ、X 成分と Y 成分に分けたとすると、 これも一種の分解になります。で、値が ax と ay というふうにかけたとすれば、成分としては ax と ay というふうに表すことができます。でえ、まあ、こう、これを A ベクトルイコールで、こういう風に表してあげると、まあ、ベクトルの成分で表記してるっていう感じですよね。まあ、実際には、あの、入手問題ではね、どんな問題が出たかっていうと、普通に重力 MG があって、で、それを、まあ、斜面があるんですよね、えー。斜面がこうやってあって、角度がシーターで、斜面に沿った方向を X 方向。 で、斜面に垂直な方向を Y 方向とし、この重力の X 成分、Y 成分を求めなさいっていう問題だったんですけど、なんかね、え、そんな風に聞かれたことないみたいな感じで、パッと答えられない人が多くてびっくりしたっていう。ね、意外と聞かれたことがないことを聞かれると、どんなに簡単な問題でも人っていうのはね、うってなるんで、まあ、えー、ということでやっておきました。はい。あとは、 まあ、特に力の合成なんかするときとか、複数力が出てくるときには便利なんですけども、えー、ベクトルの和とか差っていうのは成分同士に一旦分けて、で、例えば X 成分だったら X 成分だけバーって見てね、それの和とか差を取ってあげて、そして Y 成分だったら Y 成分だけ注目して和や差を取ってあげると求めることもできます。ね。そういう方法もあります。 で、えー、次、カッコ4枚いきますね。ベクトルの積について見ていきたいと思います。これはね、内積って呼ばれるものですね。で、またさっきみたいに A ベクトル、B ベクトルっていうのを書いてあげると、まあ、こんな風に2つのベクトルがあって、で、この2つのベクトルのなす角をシータっていう風に置きます。 そうすると、この2つのベクトルの積、A ベクトル ×B ベクトル、内積はどんな風に表されるかっていうと、A ベクトルの絶対値、まあ大きさですね。A ベクトルの大きさ ×B ベクトルの大きさ×シーターで表すことができます。で特に、 アシーターが90度。2分の π のとき、a ベクトルと b ベクトルの内積というのは0になります。ねうん、まあ、物理であんまり内積0って使うかな。うん、あんまり、あ、まあ、使うか。使うには使うけど、そんなに気にしなくても、まあ、90度だったらまあ0になるよね、ぐらいで。うん、まあ、その、そのままですよね。 はい。これが内積です。内積は、あの、基本どこで使うかっていうと、仕事の計算ですね。意外と仕事の計算で内積を使ってるって感覚がない人多いんですけども、えということで今回例題を持ってきました。例題を見てくださいえ。手書きのね、矢印が2つあって、F ベクトルと X ベクトルがあって、この内積を求めなさいということです。 で、この二つのベクトルのナス角というのはえ90とえシータの和になっているのに注意してください。まあもうね、あのー、仕事の計算をやっているっていう人だったらもう何表しているのか大体わかるかと思いますけども、別にそれを気にする必要はなくって、単純に f ベクトルと x ベクトルがあって、で、そのナス角が このように90度プラスシーターで表されてるなっていうのだけ見てください。えそうするとえ、今求めたい F ベクトルと X ベクトルの内積は、公式通り、えー、F ベクトルの絶対値と X ベクトルの絶対値かける cos 90度プラスシータというふうに書くことができます。で、三角関数のところで、コサインの90プラスシータっていうのはやったかと思いますが、これはマイナスサインシータですね。ということで、問題文に F ベクトルの絶対値は F でいいとかね、X ベクトルの絶対値は X でいいですよというふうに書いてあるので、マイナス f かける x かける サインシータというふうに書くことができます。これが例題の答えですね。はい。ということで、えー、ベクトルについては今回は以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした、えー。授業の内容は理解できましたか実際には物理では演習が重要になってきます。なので、手を動かして問題を解いてそれを積み重ねていくことで 成績が上がると思いますまた頑張っていきましょう